どうも、サモリです。ん？新しい仲間。お、みんな様子見に来たか？様子見に来てる。なんか、大丈夫か？いじめられないか？今日はですね、うちで飼っているトカゲとアリたちのためにコオロギを仕入れに熱帯魚屋さん行ったんですよ。そしたらね、何の魚かちょっとわからないんですけど、その水槽の中に一匹だけ見慣れた魚がいたんですよ。これです。多分ね、売れ残ってたやつ、売れ残ってたやつじゃないのかなって思います。その店ではシグリットはサンゴ砂を引いている水槽で管理してるんですよ。でも普通のソイルの水槽にいたから一匹だけになって、サンゴ砂水槽を撤去してその水槽に移動させた、そんな気がしますね。うん、そんなんでね、つい買ってしまいました。250円、安いね。250円だったら大変だよね、熱帯魚屋さんも。100匹も200匹もさばかなきゃ熱帯魚屋さんやっていけないじゃないのこれ。熱帯魚屋さん大変です。だからね、お魚さんとこれも買ってきました。クリーンアカムシ。うん、はい、餌ですね、餌。よし、うちのね、オレンジはね、1匹だったんですよ。今出てないか、オレンジ。オレンジ、オレンジゼブラかな、これ。あ、来た来た、オレンジゼブラ。うん、見える？ちょっと暗くて見えないな。ちょっと明るくつけるか。これで見えるようになった？あ、これで見えるようになったな。オレンジゼブラ。うちのね、オレンジは一匹だったんですけど、これで仲間が増える。ただね、他の魚よりちっちゃい？いじめられるか心配です。水合わせします。少し落ち着きがないな。大丈夫か？だいぶ落ち着いてきました。若干水の量もこれぐらいがベストかな。うん、2時間です。今のうちに餌をやってみたいと思います。照明、撮影用照明。あ、こっちの方が確認できるんで。餌はシグリットの餌。見える？ちょっと見づらい？テトラ、エンゼルフィッシュ？ん？おら！おら！おら！これぐらい。ん？来たね？うん。みんな集まってきました。動きがね、早いんですよ、シグリットは。今日の一匹買うときね、熱帯魚さんもこいつ捕獲するときかなり苦労してましたね。慣れた人でもかなり苦労した。私ね、これ引っ越し作業のとき1時間以上、2時間ぐらいね、格闘したような気がしますね。2時間ぐらいかかったのかな。かなり動きが早いんですよこれ。うん、もう食べちゃった？もうちょっとだけやる？後でやる？もうちょっとだけやるか。ほら。うん。おお。面白いね。うちにいる他の魚と違ってね、やっぱり違うんですよ、こいつらは。動きが。うん。あと1時間ぐらいか。あと1時間ぐらいか。よし。2時間経ちました。これを撮って撮影照明にして、撮影用照明いきます。これあれか、ちょっとカメラ確認。でかい網、でか網。こっちはフレームレートが、おい、
どこ行った？下行ったか？ちょ隠れた。いや、来た。お前の弟か。弟分だ。新参者、いじめられるな。逃げろ。うん、落ち着いてます。おわ、隠れ家があるんでね、大丈夫です。大きさがね、倍ぐらい違います。大きさ倍ぐらい違う。ああ、隠れちゃった。うん、しょうがないですね。なかなかね、みんな隠れてるよ。みんな隠れてる。みんな隠れんぼですね。ちょっと、お前。みんな隠れんぼ。うん。お、来た。おぉ。ちょっともう少しカメラワーク。怯えてます。ああ、追っかけられてるの。追っかけられてる、大丈夫か？わあ、怖い。お前らいじめるな。大丈夫か？すばしっこいんで大丈夫だと思うんだけど、下手したら弱って死んじゃう。大きさがやっぱり倍以上違うな。倍以上違います。逃げろ。そのうちでかいやつが育てば、この穴に潜れなくなる。そしたらどうすんだ。そしたらレイアウト変更かな。うん、この水槽はね、変化はないんですよ。あんまり水草ないからけど、お気に入りですね。大概ね、飽きちゃうんですよ。水草入れないと大概飽きちゃうんですけど、この水槽飽きない。うん、そしてね、苔もね、広がってきたんですよ。苔たちも。この貝、かなり苔てますよね。あと、ライブロックたちも苔てきた。ヒゲ苔もね、こっち見られるんですよ、ヒゲ苔。ちょっとわかんないかな。ヒゲ苔もね、若干ね、育ってきた。これヒゲ苔を、サンゴに見立てる。そういうね、発想、ありますね。これ、ヒゲゴケを大事に育てたい。逆に。お前、ここまで来たか。おぉ、大丈夫か。うん、すばしっこいから大丈夫だろう。今日はね、撮影用にね、火焚いてます。照明焚いてます。ちょっと照明落とすか、これ。こうやった方が海の雰囲気なんですけどね、お魚が確認しづらいんでね、動画向きではありませんね。ただこれのがやっぱり味はある。いつもはね、この環境ですね。撮影用にさっきみたいな照明を焚いたけど、やっぱり主はほとんど出てこない。どこにいんのかね、主は。うん、おお、面白いね。やっぱお魚さんちょっと確認しづらい。こっちの方が、撮影用はこっちかな。撮影用はこっち。この水槽でやっていけるかちょっと心配なんですけど、他の魚に負けないように頑張ってほしいですね。以上、シグリッド追加でした。ありがとうございました。火山だ。餌は今日は控えます。いつもね、本当はいつも結構隠れてるんですよ。お前ら撮影のためによく出てきた。よくやった。